楽天安楽、長期間にわたって人格を否定するようなパワハラを行っていた。しかし今回の方が事態は深刻です。人格を否定するようなパワハラが何度も行われ長期間にわたっていたようですから、安楽には相当厳しい処分が下されると思います。まだなんかありそうだよな。田中将大はなんで止めなかったんやろな。こういう時に年長者の田中将大が守ってやらなきゃいけないのに。安楽より先輩って田中以外にもおったんちゃうの？なんで誰もとどめんかったん？どんだけひどいことしたんや。ガチで公表すらできないレベルのことやってるんちゃうの？楽天が漢方俺敷いてるのってそういうことやろ。年上のやつら何しとんねん。楽天ってなんか雰囲気が暗いというか何やら異質なものを感じてたけど、こういうことだったんだな。なんか残念だよ。まだなんかあんのか。まあそらあるやろな。まあ高校の頃から灯油とカメムシやろ。パワハラのエリートみたいなもんやんな。しかしなんでこいつこんな権力あるんや。安楽が当たれてる時のベンチの表情どうなんやろ。臆測えんでるやついるやろ。そりゃこんなやついたら若手もめったに育たんわな。どんだけやばいことしたんや。人格を否定するような長期間のパワハラって、なんかとんでもない騒動になってきたな。ご視聴ありがとうございました。